皆さんこんにちは。プロボクシングの日本バンタム級3位の穴口和樹選手。穴口和樹選手は2023年12月26日東京有明アリーナでの試合後に意識を失ってしまい、救急車で病院へ運ばれ話題となっていました。そんな穴口和樹選手が先日東京都内の病院で死去したことを日本ボクシングコミッション JBC が発表しました。それでは今回は穴口和樹選手のプロフィールや最後の試合内容、家族、試合相手、ネットの反応などについて紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。ではまずは穴口和樹選手のプロフィールです。名前は穴口和樹、年齢は23歳母、生年月日は2000年5月12日、身長は166センチ、出身は大阪府岸和田市、大学は芦屋大学、職業はプロボクサー、所属は新生ボクシングジムでした。穴口和樹選手は6歳でボクシングを始め、中高一貫教育の兵庫芦屋学園中高に地元から2時間弱かけて通っていたそうです。高校2冠を獲得し芦屋大へ進学、東京五輪を目指していましたが予選で敗れて約1年間ボクシングから離れました。大学1年から何度か新生ジムに出稽古していた縁で山下雅人会長から誘われプロ転向を決意したといいます。アマチュア戦績は76戦68勝8敗2021年7月にプロデビューし4連勝、強い選手に勝って優勝するとモンスタートーナメントに参戦し、5月の予選で内釜井健人選手に、8月の準決勝で梅津勝利選手ともに8回判定勝ち、決勝進出を決めました。自身の X 旧 Twitter に1000万のことも考えられへんぐらい、とにかくこの試合を勝つためだけに8月勝ってからやってきた、今は1000万なんて本当にどうでもいい、とにかくベルトが欲しいという投稿もしていました。また穴口和樹選手は結婚をしており、1歳の娘もいるようです。1歳の小さい娘さんがいながら今回の死は本当に胸が痛いですよね。ここからは穴口和樹選手の最後の試合内容や当時の状況について紹介していきます。タイトル初挑戦は優勝賞金1000万円がかかっていた井上尚弥バンタム級4団体統一記念杯バンタム級モンスタートーナメント決勝を兼ねていました。ダウンを計4回喫するも、その度に立ち上がってフルラウンドで戦ったそうです。ダウンしなかった回は高い技術力でポイントを奪い、92対94、91対95と惜敗でした。判定がコールされ、敗れたことが分かると青コーナーで足に力が入らなくなり自力で立てなくなったといいます。万来の拍手を浴びながら両肩を抱えられて退場しましたが、容体が急変し救急車で東京都内の病院へ搬送されました。直後のメインイベントで史上2人目の2階級での主要4団体王座統一を達成した井上尚弥選手は、控え室でアップしながらちょっとモニターで見ていた、すごい熱戦で自分のセミファイナルで行われて、あれだけ熱い試合をされたらやっぱり自分もそれ以上の試合をしなきゃという気持ちにもなった、両選手に本当に拍手を送りたいと賛辞を送っていました。そして搬送されてからは右硬膜下血腫のため開頭手術を受け、 ICU から一般病棟に移り治療を受け続けていましたが、2024年2月2日午後5時38分東京都内の病院で死去したことを日本ボクシングコミッション JBC が発表しました。23歳でした。この穴口和樹選手の最後の試合での対戦相手は日本バンタム級王者の堤誠也選手でした。熾烈な戦いの末、堤誠也選手は勝利をつかみました。堤誠也選手は1995年12月24日生まれで、年齢は28歳です。また熊本県熊本市の出身とのことで、時々熊本に帰省し甥っ子姪っ子さんたちをとても可愛がっているそうです。堤誠也選手はその子供たちにデレデレで子供好きなことがよくわかり、ご自身のお子さんも早く欲しいのかもしれませんね。経歴に関しては九州学院高校卒業後平成国際大学に入学しました。そして2018年2月 B 級プロテストに合格しています。アマ戦績は101戦84勝17敗プロ戦績は6戦5勝0敗1分け、アマチュアの時もプロになってからも負けが少ないですね。バンタム級は小柄な選手の階級で、堤誠也選手の身長は166センチ、プロの場合契約ウェイトは
52.163、53.524 キロで、試合前にはこの体重に絞っていることになります。堤誠也選手と穴口和樹選手の試合は、先ほど紹介した試合内容からも分かる通り壮絶な試合でした。左右どちらでも戦えるスイッチヒッターの堤誠也選手は、左構えでスタート、距離を取りながら的確にパンチを打ち込んでくる穴口和樹選手に手を焼いたといいます。王者の心を支えたのがタッグを組む石原トレーナーの言葉だったそうです。ここを勝って世界に行くぞなど、心の奥底を動かすようなことを言ってくれたと感謝していました。7、9、10回にも猛攻でダウンを奪い大逆転。最後には相手も強かったと賛辞を送っていました。またトーナメントは日本屈指の実力者やポープラ8選手がエントリーしていたようです。決勝戦は4度目の防衛戦でもあり、相手は足が速い、目もいい、ディフェンスもうまく、センスもある、それに対応して捕まえていく感じになると、コメントには王者としての自信もにじんでいました。1000万円の大金もゲットし、アメカジボクサーを自称する王者は、賞金を見込んで試合前から古着に200万円をつぎ込み、取り戻せてよかったと笑わせていました。主要4団体すべてで世界ランク入り、世界挑戦を視野に入れる28歳は、待ってろ世界と叫んでいました。また堤誠也選手は試合後、穴口和樹選手に対して、今はただ穴口選手の無事を心から祈っていますと綴っていました。さらにこの2人の対戦は年間最高試合賞に選ばれました。堤誠也選手は受賞後に自身の X を更新し、積み重ねてきたことへの評価、とてもありがたく思いますと感謝とともに、試合後に病院へ搬送されて、当時意識が回復していなかった穴口和樹選手について、いつかこの試合を振り返って2人で話したい、穴口選手が目覚めてくれることをずっと祈っていますと思いを記していました。しかしこの堤誠也選手の願いは実現することはありませんでした。ネットでは穴口和樹選手の死去について、本当に強いセンスのある選手だと思って試合を見てました、終盤はすぐに倒れるようになり、少し打たれ弱いのかなと思っていたけど、無理して戦っていたんだろうと思います。レフリーもチャンピオンも全く悪くないと思うので、自分を責めないようにしてほしいです。あの魂が燃えたぎる激闘は間違いなく、歴史とボクシングファンの心に刻まれたと思います。遺族の方へお悔やみ申し上げますとともに、感動を届けてくれた穴口選手のご冥福をお祈りいたします。試合が熱すぎてみんな気づいてないだけで、やはり試合に臨んでいる両者は命を懸けてやっているということを再認識させられる事象ですなどの穴口和樹選手を追悼する声が多かったです。いかがだったでしょうか。今回は穴口和樹選手のプロフィールや最後の試合内容、家族、試合相手、ネットの反応などについて紹介していきました。さまざまな大会で活躍した穴口和樹選手、安らかにお眠りできますよう心からお祈り申し上げます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。